皆さんご機嫌いかがですか？イギミンです。前回公開した動画にこんなコメントが来ていました。これは詳しく調べなければ。今回はそんな工具メンテナンスを特集します。修理室に潜入してメンテナンスについて探っていきます。それでは行きましょう。じわっ。まずは西ヶ谷さんにお話を聞きましょう。工具の加工、メンテナンスって必ず行っているんですか？基本は、多分どの技術者さんも販売されたものをそのまま使ってないと思うので、そこまで多分きっちり作られてるのって少ないと思うので、ある程度はやっぱり自分で削っていい実際にしないと、多分使えないと思うので。工具類って、使ってみて調子悪いなと思ったらすぐ、物によって多分削ったりすると、何回か使うともう全然ダメになっちゃうんで、そしたらもうすぐ調整するような感じ。使用頻度とか。そうですね、多い時は修正する回数が多いかもしれないですね。では種類別にやり方を教わっていきましょう。手入れしてないやつだから多分先端割れてたりめくり上がっちゃったりしたんだ。使ってるうちになっちゃう。こっちはあんま使ってないんで、まあ綺麗かなっていうか。ダイヤモンドヤスリを使って研磨していきます。まず先端を整えます。その後裏蓋に差し込む部分を薄くしていきます。角度は感覚ですか？感覚ですね。多分ダイヤモンドヤスリの使う人は多分600番と1000番を使ってると思います。ちょっとこう丸く角を取るんですけど、角もこう傷つけないように。角でケース傷つけないように。先端に向かって薄くなりました。これはもうちょっと短くなってるんですか？そうですね、元のように短くなったからね。だいぶ使える。全体をっていうよりは本当に先端の裏蓋に入る部分をよくよく削るっていう。研磨剤とバフで磨いていきます。ピカピカです。これなら時計に傷がつきませんね。このようなハンドルーターでも研磨できます。研磨できない場合は、こじ開けと時計の間にビニールを挟んで使用してください。あんまり、なんていうの、こう細すぎる角度を使っちゃうから、この厚みがあるとガタガタしちゃうので、あとはある程度、近いものがあれば、隙間がガタガタなければ、瞬間的に
全体で回せるから、理想はこういうドライバーが一番いいんだけど、こうなってるドライバーがネジに対して、そこでこう押さえる感じで、それには丸いヤスリでこうやった後にまたこう自分でやんなきゃいけない。一番使うオーソドックスなタイプで調整してみましょうか。基本ドライバーは1日1回朝やるか夜やるか、まああとは使ってる時に。使用しているのはインディア砥石です。きれいに平らになるように、なんかその目安になる板を下にして、はい、まずそうなんですね。先端を整えます。両方のこの山がまっすぐまっすぐ、そうですね、同じ角度が一番望ましいんだけど、なかなか手でやってるからね、そううまく寸分差があるっていうのは難しいのかなと思うんですけどね。先端ダメになったから付け替えるじゃなくて、加工して修正して使えるようにしないと。最高でどこら辺まで使ったことありますか？元のやつの半分ぐらいまで一応使えてはいるんだけど、短い方が使いやすい時もあるんで、本当に臨機応変に、そうですね、短めのものもストップしておいて、はいはい、何かあった時に使えるように。バネ棒のところもバンドによっては幅がだいぶ違うので、はい、何種類かあるといいと思うんですよね。丸ヤスリを使い研いでいきます。もともとついてる、はい、バネ棒外しの石鹸も端が折れちゃったりとかしても、そうですね、こういうので直せば、うまくこれで先端整えてから丸いヤスリで穴が入れば、こういうふうにできないので、こうなれば他の棒に引っかかるんで、ここが太すぎて、この幅が太すぎるとここからはみ出ちゃうんですよ、下すると。その状態で動かしちゃうと、ここに当たっちゃって形状を傷つけちゃうかもしれない。傷つけるっていうよりえぐっちゃう。それを知らずにやりすぎちゃうと、それを防止するために削って、こっちの裏蓋の内側にこうちゃんとこう当たるように、外側を削る、細くするのと内側を削って細くする。こじ開けの時みたいにダイヤモンドヤスリとかで、やんないと削れないかもしれない。普通のステンレスのやつだと結構大変かも。これ半分ぐらいにする。半分ですよ、ね、半分いいからね、こっちは3分の1ぐらいじゃないかな。これの難点は角度がついてる裏蓋には使えない。角度が強いやつ、斜面ここがぶつかっちゃって裏蓋に、蓋本みたいな感じになってました。そういう場合はこれを使って外側で受けるように。リセットはね、でもね、出すると毎日ちょこちょこその都度。これはどっちかのものやつで、1000番と600番大体1000番使ってます。600番は粗いから先端落として曲げちゃったとか、日々の微調整だったら新版とかで、ね、この最初の作りの通りに削っていく人もいますよね。ああ、最初の角度、角度があって、僕なんかはこっちの面は丸くしてるんですよ。これっていうのは西ヶ谷さん的に使いやすさポイントみたいなのみたいな。使いやすさ、パ
針取り付けするときにピンセットをまあ当然使うんですけど、それをこう光らせるんですよ、その研いだ後につるつるに、両この内側も外側も。でピンセットのこっち側で上がった針を押さえてあげるっていうのがあるんで、ピンセット本来の使い方プラスアルファのためにもやってるっていう、表の光ってるところもピンセットで持たなきゃいけないから、こっちの内側も映るっていうのがいて、こうやって使う人もいれば、お好みに合わせる、そうそうそう、自分の使いやすいように。僕はそれでまず横からいつもやるんですよ、でもこうやって研いでると左右どっちかに力が変わっちゃうと、アンバランスになるんですよ、それを見て片側の方が幅が広くなっちゃってるなと思ったら片側だけやって出っ張ってる方をで、こうやって調整。やっぱり慣れと、そうですね、何回も、やることですね、それこそ1本ダメにしてもいいから、ピンセットの底を研ぐ練習用だけにちょっと安めのピンセットで、そうですね、やる丸くするんで、いつもこう左右に投げながら、いかがでしたか？工具のカスタム、メンテナンスは奥が深くて面白いですね。僕もこのボディに傷をつけないように工具のお手入れをしてみようと思います。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。